おはようございます。本日は奈良県奈良市の白毫寺町に向かっています。奈良公園や東大寺のある人気スポットから少し外れたあたりに位置しています。ただいま奈良市に入りました。まずはですね、白毫寺に向かいます。よし、到着です。お寺の前の有料駐車場に停めました。駐車料金が700円ですね。ちょっと面白いのが、駐車料金をこのシャッターの穴に入れるみたいです。もろに住宅街の中にある感じですね。眺めの良い花の寺、白毫寺ってなってますね。あ、宗派は真言律宗とのことですね。この石段がすごくいい雰囲気してますね。ただいま入山料の500円を支払いました。あ、閻魔大王ですね。すごく新緑が美しいですね。この建物の中は撮影 NG のようです。こちら椿とか花でもすごく有名みたいです。ただ今はちょっとシーズンオフかもしれないですね。にしてもここ本当に眺めがいいです。ありがとうございました。あ、そうそう、閻魔大王のお守りも売ってました。ちょっと欲しくなりましたね。次はですね、大文字ひどこに向かいます。このまま歩いて向かいます。いわゆる大文字焼きの文字が設置してあるところですね。ちょっとした山登りになりそうです。あ、それっぽいのがあったかもしれないですね。多分こちらですね。やっぱりそうですね、ギリギリ読める文字で大文字山登山口って書いてます。なんかこの池がめちゃめちゃ綺麗ですね。へえ。最初は傾斜がかなり緩かったんですけど、ちょっとずつきつくなってきましたね。
いや結構きついですね今登山口から15分ぐらい登ってきました。よくサウナに行って汗とか流すんですけど、たまにはねやっぱりこうやってちゃんと運動で汗出した方がいいような気がしますね。坂は結構きついです本当に。到着しました。すごい眺めですね来た甲斐がありました。僕はだいたい登山口から30分ぐらいで来れました。まあでももうちょっとゆっくり登ってもよかったかもしれないです。ちょっとペースが早すぎてバテました。この切ったドラム缶がいっぱい並んでますね。でも文字を作るときに大文字、火をくべてるのは多分ここですよね。うん、あれが台に見えますけどね。ここ僕の山登り経験の中で一番綺麗ですねすごい。やっぱりこの文字がみんなから見えないといけないんで、こう遮蔽物がないですね、何にも。こう全部芝生になってんのもすごくいいですよね。もともとは戦死者の慰霊のために始まったみたいですね。今は若草山焼きって言って、夏の祭典になっているということですね。ここ本当に素晴らしいのに Google レビューが22件しかないです。いや本当に僕の山登りの中で一番眺めがいいです。本当にちょっと驚くのが鹿のうんちが所々落ちてますね。ここも来るってことですよね、きっと。しかもここスマホがネットにつながりますねありがとうございました。今日ですね、僕朝から何も食べてないんで、降りたらお昼ご飯に向かいます。近くに奈良佐保短期大学っていうのがあるんですけど、そこの学食が一般の人でも入れるらしいんですよ。今日はそちらに向かいます。六夜庵という名前で学食をやってるみたいですね。あれどっから来たか分かんなくなりましたオッケーオッケー。あれ、いや違うな、あこれだどっから入ってきたか分かんなくなって今10分ぐらいさまよってましたの入り口まで戻ってきました。このため息本当に綺麗ですよね。なんか最近この鹿が侵入しないように開けて閉めるドアをなんかよく見かけるような気がします。
よし、到着でーす。ただいま11時20分です。一般のお客様は入店時間11時30分から13時って書いてます。で、12時から12時40分の間は学生優先のためお待ちいただく場合がありますって書いてますね。では11時30分になったらすぐに入ってみます。で、あくまでも学食なんで、大学の長期休暇とか土日祝日とかその他大学の休みはそのレストランもやってないみたいですね。こう大学の中に入っていけるのがそもそもちょっと楽しいですよね。あと6分で開くんでちょっと池でも見てます。ちなみに僕今日は白郷寺町縛りで散策してたんですけど、ここはちょっとだけ外れてます。日替わり定食、今日は生姜焼きですね。ごちそうさまでした。ハンバーグ定食とか魚のフライ定食があって悩んだんですが、結局500円の日替わり定食をいただきました。本日は生姜焼き定食でしたね。学生さんには全体的に100円くらい安く売ってました。私もナウなヤングなので学生で通すこともできたかもしれませんが、ちゃんと支払いました。お味噌汁とご飯は自分で盛るスタイルなので食べ盛りの方は多めにできそうです。生姜焼きが500円なのにちゃんとボリュームがあって味も上品でとても美味しかったです。途中で学生さんも職員さんも結構増えてきて、その中で食べる非日常感がなかなか良かったです。次はですね、岩井川ダムに向かいます。駐車場が見当たらなくて、でうろうろしてたら、その間にカメラのバッテリーが切れちゃいました。でちょっと空いてるスペースあったんで適当に止めておきました。このダム実際歩くのは初めてなんですけど、この道は何回も通ってますね。あ、ここかって感じです。緑が本当に美しいですね。あ、ここから見れるようになってますね。ちょっと怖いですね。めちゃめちゃ綺麗なところですね。ちょっと驚きました。ありがとうございました。ではそろそろ帰ります。今回は山登りですごいいい運動になりましたね。でもすごく楽しかったです。学食もすごく非日常感があって楽しめました。ということで今回もご視聴ありがとうございました。